時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です、番組パーソナリティのカットしない美容師中間君弘と争わない弁護士工藤敦子です。この番組は日曜日の憂鬱を希望に変える番組の内容となっております。希望に変える内容の番組となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。また番組ではメッセージを募集しています。宛先メールアドレスは 797@fmgino1.com 797@fmgino1.com までお願いします。そして YouTube でも、視聴できます。YouTube から、FMGino1 日曜日のニュースを検索していただけると、ご視聴できますので、こちらも合わせて、ご視聴お願いします。お願いします。はい。はい。10月第2週ですね。そうですね、はいはい、もうだいぶ涼しくなってきた感じかと思いきやちょっと暑くなったり繰り返しですけど、そうですね、少しずつ秋が深まる感じですね。はい、はい、ということで、はい、じゃあまず今日は、お便りをご紹介したいと思います。はい、はい、東京都世田谷区の小鳥と一緒さんから。はい、ありがとうございます。はい、まあ、これコメントなんですけどね、前回の、お話についてのコメントだと思うんですけど、白髪も大切な私の髪よねっていうことです。そうです。あれですよね、先週、白髪に、若い頃は白く染めたがったりするのに、白髪になると黒く染めたがるとか、そうですね、ちょっといろいろ矛盾ですねとか言ってたんですけどね。うん、でそもそも髪の毛ってもともと白いんです、うん。そうなんですね。そうなんです。もともと白くて、うん、白いにメラニンっていう色、メラニンのその黒い色素がついて生えてきたのが黒髪っていうような感じ、はい。おー。はいはい。でもその、メラニンを生成する工場みたいなところがあるんですけど、はい、その毛母細胞の中であるんですけど、そこが、うん、まあ、なんですか、工場がストップするみたいな感じで、うんうんうん、まあ、理由はいろいろあるし、解明はされてないですけど、まあ、老化であったり遺伝であったりって言われてるんですけど、うん、それが結局そのメラニンがつかないような現象になっちゃうんです、うんうん、もう本当に、なんとか老化でストップしちゃうっていうパターンと、うん、まあ、あとはなんか若いのに白髪になる方はちょっと突然変的なとこもあるので、なんかまあいろいろちょっとそういうまあ遺伝子を持ってる人もいるので、はい、あれなんです。なので基本的に白いものなんです。もともと白いんですね。もともと白いんですよ。よく白髪と黒髪別って考える方いるんですけど、基本はもうみんな同じで、それ色がついてるか、その白いのに色がついたかどうかっていうことなんで、うん、なるほどです、はい、そうなんですよ。で、白髪って結構よくなんか白髪ってなんか強いのよねとかって結構言うんですけど、うんうん、色がつくストレスと生えるストレスっていうのがちょっと負荷がかかるんですよ、その色がつくときに、うんうんうん、なので両方のストレスがかかって黒髪って生えてくるんで、多少やっぱり白髪ってその一個のストレスがなく生えてきてるんで、だから結構ビンビンっていうか、なんか強いっていうか、まあ、差はないんですけど、一応医学的にはそういうふうに言われてます。そうなんですね。だから結構白髪ってなんかピンってなんか張りがとか結構言うじゃないですか、うんうんうん、ありますあります。これ最近僕も調べて分かったんですけど、そうみたいです。そんなことないよって思ってたんですけど、実際やっぱりそうみたいで、やっぱりその一個のストレスがかからない分強く生えてくるみたいです。雑草みたいな、うまい表現ですね、雑草が強いっていう。そうなんだ。なんか昔母親
とか、白髪になると抜いてって言われて抜いてました。あれ、よくああ、あないの。れはもう絶対良くないですね。最終的に、その白髪もこの小鳥さんと同じように、やっぱ大事なんだよってなるんで、確かに。その心理学的なものなんですけど、人ってその、本当にこの2、3本チラチラって見える白髪が一番気になるんですよ。はい、気になりますね。本当にファースト1本っていう、業界ではファースト1本って言ってるんですけど、なんかもう生えたこのチラチラっていうのが一番気になるんですよ。で、もう大体30%超えてくると気になるんだけど、そこまでその抜くとか抜かないとかっていうところにならないですよ。白髪率が。なので、そのファースト1本はもうめちゃくちゃストレスですよね。まあそれは本当に20代にもいますし、もちろん35超えたら大体そういうふうになるとは白髪が言われてるんですけど。はい。まあちなみによくある質問で、一回白髪にな、あの黒髪が白髪になったらそれ戻ることあるんですかって言われるんですけど、基本医学的にはもう戻らないっていう、ふうになってます。ただ突然変異で何かしらの戻る場合もあるんです。まあ、これはもう、実際の七不思議なので、そこはちょっと解明はできないですけど、そうなんですね。まあはい。あでとはも、マリアントワネットのよく、一夜一にして晩白髪でということ白は、あ髪。れはもうありえない、ありえありえないんですね。ないです。医学的にありえない。ありえないです。ありえないです。なるほどですね。まあ、小鳥と一緒さんの言うように、白髪も大切な私の髪の毛ですね。そうですね。なので、絶対に抜かないことですね。本当にその、最終的にやっぱ薄くなっちゃうんで、髪の毛欲しい時に欲し、なんかないってなっちゃうんで。そうですよね。なので、まあ一番おすすめは、気になるんだったら、ちっちゃい眉切りバサミみたいなので、根元から切ることですね。はい。どっちにしろ生えてくるんです。ピンってくるんで。抜き続けると本当にその毛根自体死んじゃうんで、なるほど。やっちゃいけないですね、あんまり。そうなんですね。わかるんですけどね、気になるのが。でもね、きっと薄い方からしてみたらね、何そうです色だろうとあるっていうのとかね、あと枝毛があるのも、なんか、タモリさんが枝毛なんていいじゃんって言ってたのを思い出しました。出た。そうです。言ってましたね。でも、増エえジるャーように見える。よくないです。いや、それはですね、僕も知識がないときに、枝毛っていいじゃんっていっぱい増えるじゃんって思ったんですけど、そう、全然よくない。よ髪、くなっ全て部い失ない。うし。はい。わかりました。じゃあ面ち白いょっですね。枝毛って超えていくと裂けてくるんですよ。髪、裂けるチーズみたいに。わかります。やったことあります。そう。ほんと避けるんだと思って。そうやっていつも人の髪でちょっと遊んでるんですけど、避けたと思いながら。髪の話題盛り上がりますね。そうですね。はい。じゃあちょっと、ここで一曲聴いていただきます。須田まさきさんで虹です。ではですね、またちょっとお便りをもう一件ご紹介したいと思います。ははい、い。お願いします。どうも、東京都世田谷区の、金髪で何が悪いんださんから。金髪はい。です、次は。はい。私は基本的に、基本的にプライベートと仕事を分けています。仕事で関わってる人は、プライベートでは一切関わりたくないし、仕事のオフィスを出たら一切、プライベートには関わってる。欲しくないと思っています。お二人はいかがでしょうかということで。まあ、ドライな、ちょっと最近の若い人の意見なのか、なんか、今風な感じの コメントですけど。そうですね、もう本当に職場の中だけってことですはい。ね。もうそこ出たらっていうことですか。どうでしょうか。どうですか、中間さん。まあ、なんか気持ちはわからないでもないんですけど、なんかその、仕事の人って価値観が合うじゃないですか。まず共通点がいっぱいあるんですよ。話の共通点いっぱいあるんで、最終的に盛り上がるんですよ。会えば。本当人間関係こじれてたらちょっと良くないと思うんですけど、一番やっぱり話が合うんですよね。近況がわかるし。なんか、なんて言うんですかね。
言語が同じって言ったらいいですかね。はいはいはい。いっぱいあるんで、うんうんうん。久しぶりに何年かぶりに会う人とかよりも全然やっぱり会うので、うん、まあ基本本当にそのプライベートで会って盛り上がってっていうのは個人的にはありじゃないかなと思うんですけど、ただ人によってやっぱりあるので、うん、特定の人が嫌だっていう人もいるし、まあ、確かにそうですよね。共通言語とか共通の文化持ってますしね、話が分かるっていうのは確かにそうですよね。あつこさんはどうですか？なんか別にそんなにドライともにもしないですし、別に、ね、仕事場出てご飯食べに行ってもいいと思いますけど、でもなんか割と、うちの事務所とか、前も事務所がそうだったかな、どっか出張に行くとかいう時も、現地集合なんですよね。だから一緒の新幹線の隣の席に座るとかはなくって、それぞれ勝手に、撮るみたいな。で、現地では会うけれども、また帰りは別々みたいな、いう文化があるなって思いました。でも、それってすごい楽だったりするんですよね。別に仲が悪いとかじゃなくて、それぞれしたいこともあるだろうし、みたいな。弁護士の業界だと、あんまりこう、勤めてるって感覚がないんですかね。どっちかというと個人事業主みたいになっちゃう。なる方が多いと思いますね、やっぱり。勤めてるっていう感覚は少ないかもしれないですね。もちろんそういう形態のね、弁護士も、もちろんいらっしゃると思うんですけれども、やっぱどっかで、個人というか、一国一城のあるじゃないですけど、やってる感覚はあるかなっていうのは思いますね。なんかでもその社風とかにもよるんですかね。なんか嫌な上司とかいるような職場だったらやっぱそりゃプライベートは一切嫌ですってなるし、ですよね。まあそうですね。でもご飯ぐらい行っていいと思うんですけどね。でもなんか冷静に考えると確かにそうですね、まあ、ご飯ぐらい行ってもいいけど確かに嫌な人もいますよね。まあそうですね。二人きりで行くのはちょっと無理っていう人もいますよね。まあそれはそうですね。みんなで、みんなで。そうですね。何がプライベートなんだろうとかも思ったりしましたけど、ね。そうですね。なるほど。まあ、別に何か境界線を引くわけでもなくっていう気がしていますけどね。そうですね。うん、今は、なんか文化的に、飲みに行ったりもそんな しなくていいし、上司が呼ばれたから行かないといけないっていうのもないし、そうですね、上司も、気軽に誘っちゃいけないっていう時代なんで。そうですね。うん。そうですね。おまけにちょっとコロナの影響でね。そうですね。なんか対面で会う機会が前よりは少なくなったっていうのもありますしね。そうですね。まあでもそこも何ですかね、それぞれの価値観を大事にしてあげればって思いますけどね。そうですね。まあ、あんまりベタベタ、仲良すぎて家庭、なんていうんですかね、職場内がアットホームすぎても、それはそれでっていうのも、他の人がやっぱり入りにくかったりしますよね。それはそうですよね。そうなんですね。難しいところですね。難しいところですね。まあね。だからある程度の、やっぱり、その社内での就業規則とかじゃなくて、とは別にその社内ルールっていうのをある程度決めといて、なんかこう、やっぱやってもらうやってもらわないとか、言った言わないっていうのが、やっぱ感情になっちゃうし、はい。それ先週も言ったんですけど、ね、感情とルールの問題ですよね。そうですね。感情とルールをうまくやっぱコントロールするっていうのが、いいんじゃないかなと。思う今日この頃ですね。どうでございますか。そこ難しいです。あんまり決めすぎると縛りが多くなるんで、それで普通なんでしょうけど、でもある程度のルールを作っとかないと、やっぱりこの人はやるけど、この人がやらないっていうのをいつか誰かが絶対不満に思っちゃうんで、ここまではやろうよ、ここまでやるかどうかはもうあなた次第っていうふうにするっていうのを
決めとかないといけないと思うんですね。そうですよね。特にその組織が大きくなっていくんだったら特にそうですよね。そうですね。うん、持ってて大事ですよね。なんか、青信号だから進んでいい。赤信号だからもうそのダッシュして赤信号になったから、あーって一瞬思うかもしれないですけど、それに対して文句は言わないじゃないですか。うん、まあしょうがないよねってなるじゃないですか。まあしょうがないですよね。それが赤信号でも別に渡っていいんだよっていうルールだったら、うん、ルールがもしそういうのが存在しないんだったら、うん、なんか渡れないことに対してやっぱり文句言う人もいるしっていう。あまあ、うん、特に日本はそうですよね。ルールには結構厳しいですよね、そういう。うん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 。うん、そうですね。なんかもう自然と身についちゃってるルールは楽ですけどね。はい、なんかね、皆さんがね、みんなして感情って出てこないですよね。まあ、一瞬出るかもしれないですけど、それ以上はあんまりならないじゃないですか。うん、あ、自分もうちょっと早く行動しがよかったなっていうぐらいの感じだし。うんうんうん、うん。はい、まあ、もちろんその信号を渡ろうとして、うんうん。なんか第三者の人がこうやってブロックしたら、それは怒れますけど。それはそうです。それは違う意味で。そうですね。バスケットのディフェンスみたいに、こうやってこうゾーンでブロックされたら、突進していってんのに、ブロックされたら、それは怒れますけどね。うんうん。はい、そうですね。はい、ちょっと話が全然飛びますよ。金髪さんのお話から。まあ、そこはもう、いろいろ永遠の課題だとは思いますけどね。そうですね。お便りありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい。で、あともう一個ですね、これお便りとかじゃなくて、最近、はいはい、なんか僕の周りでよく聞く、調停委員っていう、はい、はい、裁判所にいるじゃないですか、はい、いらっしゃるじゃないですか。はいはい、いらっしゃいますね。この方たちって一体何の人なのか。何者ですかみたいな。何者ですかとか、あとどういう資格を持っててなれるのかとか。はいはい。とかってあるんですか。しかもその人たちは何をされる方なのか。うん、裁判じゃなくて、なんか、家庭裁判所ですね。裁判員と何が違うのかとか、裁判官とかと。まあ、裁判官は裁判。裁判官さん、うん、はいはいはい。っていう役割を果たしてるのかとかっていう。なるほど。調停委員の方たちは家庭裁判所にいるんですけれども、はい、まあ、そこで、まあ、いわゆる、ね、家事系のお仕事、案件を、うん、担当はしている人たちなんですけれども、調停なので、あくまでもお話し合いの場所なんですよね。はいはい、なので、何かをこうしなきゃいけないみたいな、こう判決みたいな強いものが出る場所じゃなくって、どうしたらその当事者2人が落ち着き場所があるんですかっていうのを、まあ、一緒に探っていくような、もうちょっと緩い裁判所のいわゆる皆さんが想像している裁判っていうよりは、全然緩いお話し合いの場所っていうのが調停で、で、調停委員がこの資格がなきゃいけないとかは特にないんですよね。別に弁護士じゃなくてもいいですし、法律の知識があるわけでもなくていいっていう、ある程度こう人選経験が豊富で、まあ、大体何かしらの専門は持ってたりはしますが、こうじゃなきゃいけないがないっていう、ちょっと不思議な職種で、で別にその調停委員を専門にやってるわけではないんですよね。本業は別にあって、その時間だけ調停委員やってる方たちなんですよ。で、多分東京とかね、大阪とかその大都市の調停委員さんは割とまあ、人数も多いですし、知識もしっかりされてる方が多いんですけど、地方に行くと、なんかその地域の大病院の院長の奥さんとか、いわゆる名士、その町の名士みたいな方っていうか、長老みたいな方っていうか、そういう方がなってたりするっていうのは聞きます。そうするとあんまりよくわかんないみたいな、もう法律もよくわかんない。でも必ず調停委員会って調停委員プラス裁判官で作ってるものなので、日々の調停には調停委員しか出てこないんですけど、全部後ろでちゃんと裁判官が裏では話を聞いていて、その進行の指揮っていうのは取ってるので、まあ、もちろんそこで
裁判官ついてるんで大丈夫ですよっていうのはありますなるほど、なるほど。ね。うん、そうなんです。はい。調停委員の、その、なる、なんか、テストとか、そういうのはないんですか？ないです、ないです。なんか、何歳以上とか。年齢はありますね。多分40から70歳ですかね。そのあたりの、はい、方たちっていうのだと思います。それはボランティアでやってるんですか？一応仕あ、い事？やいや、仕事です。もちろん、ちゃんとその分の、はい、報酬は出るんですけども、そんなに高額じゃないって聞いてます。そんなに割のいいものではないっていうのは聞いてますね。うん。裁判員はあれはボランティアなんですか？裁判員。裁判員もちょっと、謝礼みたいな形はありますけど、また全然別のお話で、あれは刑事事件なんですよね。刑事事そっ件しか。かつかないですし、いわゆる裁判官と同じような役割を果たすので、はい。裁判官と一緒にその評議するっていうか、お話し合い、判決についてどうするかっていうのを話し合う一般の方たちですね。黒はい服着てるんですか？い。前もそれ言ってましたけど、法廷ではね。ああ、調停委員の方も黒い調停員は私服です。服。あ、私服なんですか？私服です。私服です。私服って言って、例えばなんですけど、結構真面目な、話とか、揉めてる話とかを聞くんですよね、その調停委員の方。そうですね、そうですね。その方たちが結構なんか、アロハシャツみたいな感じで着てても OK なんですか？ それまあ、アはロまた、ハシャツが悪いとかじゃないんですけど。アロハシャツね、ハワイでは正装ですもんね。あと、いや、ピンさんに短パンとかでも OK なんですか？それはさすがにいらっしゃらないですね。見たことは私はないですけどね。やっぱり言われるんですよね、それはそれで。そうだと思います。おそ、ね、もちろん。まあでも B さんに短パンで入ったら、それは裁判所に入る時点で止められそうですけどね。傍聴するなら大丈夫ですよ、別に。裁あ判の傍聴、はい、される方なのかなっていうのは。あ、はい。なんか真面目な話をして、聞いてほしいのに、B さんと短パンだと、でもちょっと嫌ですよね、いや、なんか そこだと思いますよ。なんかその、やっぱりいらっしゃる方に対しての信頼の問題があるんじゃないかなって思う。いやいや、なんか誰でもなれるんだったら、なんかそういう。なりたいですか？いやいや、なっていいんですか？目指してみましょうか はい。うん。案外盛り上がりましたね。はい。この話が。でも手相、毎週の手相コーナーが。そうコーナーね。はい。ちょっとなんか前回、その月給っていう小指の下のところの、手のひらのちょっと膨らんでるようなところ、ここに縦線あると現実的センスがあるんですよってお話ししたかと思うんですけど、他にも、例えば薬指の下あたりに、感情線と頭脳線の間にこう十字がある方とか、神経それがあると芸術的センスがあると。ああ、いまなするね。そう、芸中術間さん的。ね、ありますもんね、縦線はね。縦線はありますね。ね、だからこの芸術についてきっとすごいお話ししたかったと思うんですけど。ね、芸術は実ははい。もう決まってもあって、美しいって思う感覚がってことですか。感覚っていうか、まあ、それ数値化されてる部分があるんで、まあ、その話はですね、次週、ちょっと、次週。次週そのお話を。見ればさせていただければと思もちいまろんです、もちろんです。す。ワードはい。とか、白銀とか、やっぱり聞いたことないかも、ない方もいるかもしれないですけど、はいはいはい。実は決まってたっていう。いいで世す界ね。は数値化されてたっていうね。ぜひじゃあ、そうですね。来週芸術のお話しましょう。芸術の秋ですしね。そうなんです。うん。はい。じゃあそろそろお時間となってしまいました。はい。はい。この番組はですね、日曜の夜8時から放送しておりますので、ぜひまた来週も聞いていただけると嬉しいです。はい。
聞いてください。来週は本当に芸術の話を、2週にわたって最後の最後で芸術の話しようかなってなってしてないんで、来週ちゃんとします。あ、じゃあぜひそうしましょう。ですね。はい。じゃあ芸術のお話しますので、皆様よろしければまたぜひ聞いてください。はい。はい。ありがとうございました。はい。おやすみなさい。はい。